しもし。してないよ。遊ぶよ。知らぬいさん、ニコメさん、レノリーマン、慎太郎さん、五六個目さん、九個目さん、りょうさん、十個目さん、くまさん、13個目さん。から16個目さん、19個目さん、20個目さん、28個目さんから32個目さん、35個目さん、どうもいらっしゃい。なんだろう、あれですよね。残ってる人ってすごいなと思って、いつも思うけど、結構ね、その寝落ちじゃなくて寝ちゃった時とかって、なんだろう、結構ね人減るんですよね。割となんかみんな残ってくれてる場合すごいなと思って49個目さんやいさん、物好きだなと思って。はい、じゃあ遊びますちょっと待ってね、姿勢がね。よいしょ、52個目さんやいさん、何その棒読み故障故障話するのが好き。風ちゃんいらっしゃい。いるよ。本当はね、11時ぐらいからちょっと退陣したかったんだけどね。本当は退陣する予定だったんだけど、ちょっと寝ちゃったね。遊びたがいいな、もうちょっと。6時間放送とかもう何ヶ月もしてないね。64個目さん、67個目さんいらっしゃる。
なんだかな、もうちょっと自由に遊べる時間があればいいんだけどね。たまに早く帰ってきて遊べたらいいんだけどね。え、なんかそういう時って大体なんか疲れてるから寝ちゃうでしょ。ねえ、なんかそう、なんかね、そう考えると大変なんですよね。なんか悲しくなってくるからあんまり考えないようにした方がいいんだけどね。そうじゃないけど、しょうがないね。そうね、もうちょっとね遊べる時間があればいいんだけど。81個目さんいらっしゃい。まあでもなんだろう、あんまり遊びすぎてもあれかな、堕落しちゃうだけかな。なんて言うんだ、ロス感って何言うの。駅伝もそんなに練習したわけでもないからな。なんだろう、駅伝はなんか人集めが本番っていう感じだったかな。私は走ることよりなんだろう、まあ、今回その裏で人集めもしてたからそっちがなんかうまくいったからよかったっていう感じかな。みんな知らないだろうけどね、あんまり詳しく言わないけど、まあまあそんな。85個目さんいらっしゃる。そんななんか説明してもしょうがないし。よいしょ。あ、本当ありがとうございます。なんか夜中早朝だから自己満足で終わらなかっただけで終わらなかったんだなって思うと、それだけでなんか心が落ち着きますね。それはアバシーさんやさん、それはなんかクロノさんから言ってもらって、言っていただいて、すごくなんか心が安心しました。結局なんかそのなんて言ったらいいのかな、自己満足じゃなかったんだって思うと安心しますよね。よいしょ。よし、誰もいない。 OK、 来た。 Everything's going on a track. I don't want another Osman here.Okay.
拳銃使うからゾンビが寄ってきた。拳銃使うからゾンビが寄ってくるぞ、あいつ。もう拳銃使うな、ボケ。よし、燃えろ。拳銃が強い。人に対しては拳銃が強い。オッケー。あ、こんなところ爆発するやつ。うどっからしてくれん。100個目線、101個目線、103個目線、やいさん。うわ。拳銃使うと、こういうことがあるんだって。あ、インベントリーいっぱいですね、なっちゃった。どうも、NK さんいらっしゃい。ぽよ、103個目さんいらっしゃい。いや、あの、早いゾンビはね、怖いですな。ちょっと待ってね。ロックピックも作っておきたい。武器捨てないと、うん、捨てるっていうか解体しちゃう。命中率 120% さん、小手はありがとう、いらっしゃい。火炎瓶に2個、だから4個作っちゃうでしょ。医療キットも作っちゃう。医療キットちょっと少なくなっちゃったから、10個ぐらい作っておくか。オッケー。そんなもんかね。で、武器いらんのを、いらんのをして、捨てる。ちょっと待って。111コムさんいらっしゃい。妖怪物資あさりす、救急キットもらえるかもね。救急キットはいっぱい持ってるか大丈夫で。作ればいいかな。素材いっぱい持ってるか大丈夫、大丈夫。んで、ちょ待ってね。ライフル1個いらないんだよね。弱いライフル、これ解体できないから売った方がいいね。1個強いライフルはあるから、これは持っておくとして、弱い武器は捨てていく。ヒーサーベル、266いら。ボーンブレイカー。クリケット用バットいらん。マチエーって結構強い、置いとく。ケベーシュ、弱い、いらん。優れたケベーシュ。385めちゃくちゃ強いじゃん。300。306。のど飴さんいらっしゃい。トシー好きさん、寝る前のトシーにをしてもいいですか。よかった。
手にしてやってください。絶対もう一人来るよね。ゾンビどっから来る？絶対ゾンビ野郎来るよね。ありがとう。じゃあ何が好き？わしのどこが好きなの？最近なんかちょっと具体的にちょっと聞きたくなってきたんだけど どこが好き？可愛いって何が可愛いの？どこが可愛いのかが全然わかんないんだけど。すげえ声ってなんだよ。悪口じゃないか。すげえ声って悪口じゃ。サムネがかわいい。サムネがかわいい。はい、ありがとう。おばあちゃんかわいい、ありがとう。アロマさんいらっしゃい。1年生最初は苦労したって、もう完全に悪口ありがとう。でしょうね。言ってしまうとあれだよね。お、これなんだろう。あ、弱いからいいや、拾わない。楽しい。そうだね、ゲームに対して真面目に楽しんでるところっていうのは、それは、何ですかね。それはね、本当にそうだと思う。だって、いや、自分がやりたいゲームしかやらないから、それは純粋に楽しんでると思いますね。なんか、なんだろう。そこは、そうだね、それはそうだと思う。マイナーのゲームとかが多いかな、どっちかって言ったらね。マイナーっていうか、その、好きな人は好きだけど、やらない人はやらないっていう人は多いかもしれないね。こういうゲームもそうでしょ。ぐっちゃぐちゃにするゲームとかね。160コミさんいらっしゃる。音量調整を今も苦労する。それはすまぬ。その、なんだろう。ゲームを楽しむっていうのは、とある人も同じで、やっぱそこはなんか気が合うから、すごい、あれになってるかな。今は、もう移動するとこで、撮ったから。アイテムそこはなんだろう。ああ。まあいいや。なんだろう、なんか詳しく話すのめんどくさくなっちゃったなんか話しておきながらなんか詳しく話すのめんどくさくなっちゃった。まあそんなとこだよ。まあそんなとこだよでいいのでは。400、俺も年にしていい？3いらっしゃい。
よしさいてかありがとうございます。広告ありがとう。下になんかいる。スキルポイントで荷物の容量増加、いやもう増加しきってて、これ以上は無理、これ以上は無理だけど、なんかスキルのポイントのところになんか鍵がかかってる項目があるんですよ。そこが解放されたらいけるかもしれない、もしかしたら。これ蹴りたいよね。飛び降り自殺させたいね。ほら、うぃそうそう、マスターレベルのやつ、あれが解放されたらいけるかもしれないね。わかんないけど、これあそこ飛び降りたらちょっとまずそうだから、ここに行っちゃうんだから、やっぱりこれでも すごいの来るんだよ。こいつ来るんだよね。こいつジャンプしてくるでしょ。ほら来い来いよ、ほら。あれどっから来る、あれ来ないの、あれ来ないね、あれどっから来る、あれあれどこ行った、あれあれ、あの速いやつ登ってくるんじゃないの、ビビってんのか、ビビってんのかてめえら。なんだよ、出ない、来ないさ。でも行っちゃおう、でも行っちゃいます。来ないらしいのね。あ、来た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 、どこ行くのあの人、どっから来るの、これは来た、いきなり来るな、ボケが。あ、来た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 、こう持ってきた、よし、すごいね。もう見て見て、腕が吹っ飛んだ。いきなり走ってくるね。オッケーオッケー、よっしゃ、いくか。うわわわわわ、ほら、うわ、うん、真っ暗、見て見て、ほら、よいしょ、OK、よいしょ、201個目さん、いらっしゃい。下の階かな、ランダムクエスト下の階ってやってるけど、降りるのめんどくさいからいいや。そう、進撃の巨人っぽいでしょ、かっこいいでしょ。下の階、あそこか、まあ、行ってやるか。ほら、ここだね。下の階で。
どこ？あ、いたいた。ポキッとしといて。よいしょ。ガネオフィン、ドケルミドケルノ。え、100人指名しかくれないの。つけてやがる。ヘルヤーさん、106個目さんいらっしゃ。やっちまう。いや、トシーさん優しい人だから、そんななんか悪い人以外ぶっ殺したりしません。え、ゾンビの血、ゾンビの血を塗ってますね。ちょっといいや、もうこれ時間がない、早く行こう。ゾンビの血を塗ることでゾンビに仲間だと思わせて、あのゾンビの目の前まで行っても、そうそう、目の前まで行っても死なないっていう、食べられなくなる。ポキッポキッてね。ウォーキングデッドで体に血入れてた。あ、そうなの。ウォーキングデッドってあの、映画の方かな。ドラマの方かな。はい、こんにちは。そうだね、普段のお化粧だね。まあ、会社行くときもこんな感じで塗りたくってから行くからね。2章までしか見てないから、ゲームはウォーキングデッドのあのサバイバルインスティンクトしかやったことない。あの日本で発売してる選択型のやつってセカンドシーズンまで出てるでしょ、あのウォーキングデッドのゲームって。日本で発売してるやつはそれもやったことない。私はあの海外でしか発売しなかったあの FPS の方はやったことある。てか持ってる、今もある。街から脱出ではないんだよね。デッドアイランドは脱出が目的だったんだけど、この主人公は、なんかね、この事態になった、なんか元々の原因を作った組織に属してるのかわかんないけど、なんか、潜入捜査員みたいな人で、で、現地に来てて、で調査してる感じなんだけど、自分の組織がやってることに対してなんか疑問を抱き始めて、でなんかいろいろ物語が進んでいくっていう感じですね。だからこの人は一応なんか潜入捜査員みたいな感じ。わあ、このクエストやっぱりやらなきゃいけないんだ。Payne, your fans are waiting. Hey.This is the big one. Their motivation is that you want to kill a lot of zombies for reasons that aren't important. What is important is that you kill like you've never killed before. いやでもこのチャレンジクエストめちゃめちゃ難しいんだって。ジャファルにダイナマイトのことを話す。下の
の階か、ちょっと一回下の階に行って、ジャファールってこんな人か。Jafar, Rice's man really found something. Something valuable? Is dynamite worth a lot? Dynamite is gold. We could cook you up something special with that. Kurt's a natural when it comes to this stuff. All right, one pack for you, the rest for me. Kurt will figure out how to give it some oomph.クルトが有効な使い方。クルトってどの人？クルト。クルト。わあ、やっぱりチャレンジクエストやらないとダメか。よし、じゃあ。これ難しいんだって、このチャレンジクエスト。人数少ない中でヘッドショット30回だよ。ヘッドショット30回とか難しすぎるから、ヘッドショット30回だからね。わわわわ、お前30回でゾンビも足りないし、そして動くし、動くしね。あと13個20秒以内だよ。ゾンビも足らんくって無理だろ。10秒で10秒。夜になっちゃった。そうなんだけど、ちょっと夜になって怖いので、朝までちょっと待っていいかな。寝ていい？寝るとこ全部そう、うん、ストーリー進められるのは知ってるけど、やりたいじゃん。だってどこ寝るとこ。寝るとこどこだ。キラーさん、こちゃん、ありがとう。あれ、寝るとこどこ？似てるじゃないわ。どこだ。ここか。あれ？か、あ、ここの中か。オッケー、じゃ寝まーす。あ、ちゃ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 、これか。オッケー。ごめん、ちょっとおしっこしてきていい？ちょっとおしっこ出そう。リアルで。ちょっと行ってきまーす。
電話。あれ、なんかね、すごい暑くなってきたから、コッシーさんのところへ、エアコンつけてきたんだけど、あとちょっと吐きそうだったから、ゲーしてきた。ゲーしてきた。ゲロゲロってしてきた。気持ち悪くて。うん、ちょっとゲロっとしてきた。ちょっと気持ち悪い。なんかね、気持ち悪いの。え、妊娠するようなこと何年もしてないわ。309個目さん、311個目さんいらっしゃる。あ、じゃねえよ。296個目さんいらっしゃる。わざとらしいな、もう。よいしょ。いや、相手がいないでしょ、相手がまず。相手がいないでしょ？よいしょ。ちょっと体勢楽にしていい？横になりながらゲームしよう。なんかね、ヘッドセットじゃなくなったから、マイクをなんか持ってくるのがすっごいめんどくさい、これ。これでいいや。あ、これでなかなかいいね。よし。そしたらじゃあこのクエストやろうか。オッケー、じゃあ行きましょう。いやー、でももっ一回これやろう。ちょっとなんかもう一回これやろう。もう一回この人のやつやろう。アクション。よいしょ。まずはこのでっかい人をヘッドショット決めてしまって襲ってくるからね。でバスの中に来たところを。ヘッドショットしていく。避けるなよ。うん。よいしょ。あと20体。1分以内で20体。ショット20体結構難しいよ。連続で行かないといけないからね。よいしょ。OK。あと15体。30秒で。くそ。よいしょ。ほら。また頭に当たらなかった。あー、やめてー。いや、ダメだ。1秒に1体とか無理だから。1秒に1体ヘッドショットとか無理だから。うわー、9匹足らない。ガンガン撃ってもダメでしょ。ヘッドショットだよ。くっそー、このチャレンジクエスト難しい。くっそー、もう一回。341個目さえないぞ。まずはこのでっかいやつ出さないと殴られるから。で、思った。これで、これをここに置いて、これで撃っていくのどうだ。ほら、うわ、くそ、あ、これよいしょ、よいしょ、
と今何匹確認しながら撃っててないけど、よいしょ、オッケー。うわ、足らん、9匹。難しすぎる。ゾンビの量もそこまでない、いないじゃん。もういっか。まあいいや、とりあえずさ、後回しにしよっか。後回しにしよっか。後回しに。ちょっとね、後回しにしましょうか。とりあえず倒した分アイテム取れるから、アイテム取っていこうか。あ、アイテム使ってる使ってる。とりあえずちょっと。とりあえずこの人たちをさよならして、死んじゃって、よし、消えてないのか。ここか、ありがとうございます。ちょっと待って、ね、武器直して回復して、ここか、ありがとうございます。アイテムを全部もらっていく。ゾンビちゃんがリスボンしてから、しつつ、先に寝る。あ、おやすみ。寝ゲロ、寝ゲロはしないけど、寝ゲロは学生の時に一回しただけで、それ以降したことない。くしゃじゃないわ。はい、おやすみ。もう学生の時にね、ちょっとね、なんか、バイト先の、なんかバーベキューみたいなのがあって、なんかその時に飲みすぎちゃって、なんか私ダメですみたいな感じで横になったのはいいんだけど、そこからなんかね、記憶がなくて、なんかゲボゲボってしちゃってたらしくて、でなんかね、そこでねゲロゲロしてたらしいよ。そんで、なんか覚えてないんだけど、気づいた時に家の、なんかね、気づいた時にはね、家のね、いや、家のベッドで寝てて、なんか誰かが送ってくれたっぽいんだけど、もう全然覚えてなくて。そんで、なんかメガネもなくなってて、メガネなくなってて、メガネもなくなっちゃってて、
全然見えなくてしょうがないからしばらくコンタクトレンズで過ごしてた覚えがある。なんかそんなことがありましたね、若かりし時は。これはあって何レッチに置いてある。すごい気に入ってたのに、メガネ、あのメガネ今までで一番気に入ってたんじゃないかな、あのメガネ。わかんない、だから捨ててきたのかな、ゲロまみれだったから。わかんないけど、いや赤縁ですけど今も赤縁だし、黒縁じゃない赤縁で、結構可愛かったんだよね。なかなかなんか3つが同じような感じのやつってないから、今はなんか普通になんかおばちゃんがかけてそうな、あの金属縁の細縁の 赤縁なんだけど、その時かけてたのは太い縁の赤縁メガネで可愛かったんだよね。今は、ね、今なかなかなんかああいうの ないからね、ちょっとねもったいなかったね。時間学生の時だからね、結構前の話だけど 2年ぐらい前かな、2年ぐらい前の話かな、学生って言ったら10年も経ってないわ。何これ、使用する、へえ、こんなのあるんだ。え、ちょっと、ね、牛、虎、う、竜、馬、羊、猿、鳥、犬、うん、あった。はい。もう、あ、自分の声分かりづらいわ。なんだよ、あ、飛行機の音がする。飛行機どこだ、あった、遠くないか、取り行くか、ちょっと待って、その前に、いやー切れちゃったじゃん。よいしょ、あった、あそこか。いるから、あ、いない、いなかった、やった。そういえば夏休みってもう終わった？え、夏休みってもう終わりましたか？ねえねえ、え、7月？ジュライだっけ？よいしょ。OK、
なんかお腹も痛いんだけど、お腹も痛い。31日まで。いや、大学生の人は長いじゃん。大学生の人は長いけど、高校生までは割と早いんじゃなかったっけ？Just be quiet, okay? どこだ？お店あったかな？はい、出た。お店屋さん、ライフル一つ買っちゃ、弱。137か。瞳に潤いさん416個目さんいらっしゃ。あれ、7月ってジュライでいいんだよね。ジャニアリ、フェブラリー、マーチ、エイプリル、メイ、ジュン、ジュライだよね。7、7月ってそうだよね。あ、当たってるぞ。売る、売る。投げ物いらないよね、もう売っちゃ。持っててもしょうがないし。ライフル一つ、軍事用の方弱いから捨てちゃっていい。これ捨てちゃう、売っちゃう。これ一個いらない、売っちゃう。一個売っちゃう。手裏剣ももう使わないからいいや。お休み、ああ、416個目さんお休み。え？瞳に潤いさん、なってるよ、こうやって。もう、この武器たちいらないね。用済みになってるな。もう売るか。で、3、ちょっと強い武器に作り替えてか、ツルハシいら、この町ってめちゃくちゃ強いから置いといて、300いらん、1、あ、投げライフいらん。ダイナマイトとか使わないよね。まあ、売れないのか、ダイナマイト。まあ、持っててもいいけど。ストーリーじゃなくて、サイドクエストからやってる。面白いからもうずサイドクエストやってる感じかな。フレアいらないから全部売っちゃう。ポーチもいらん。そうそう、なんかゆっくりできるでしょ、こういうゲームって。購入しようと。こういう時爆発矢があったら、すごいちょっと便利っちゃ便利だね。1000円もするんだ。あれが欲しいな、アルコール。あ、ここら辺でも買っておこうか。ライフルの弾も。刃物安いから買っとくでいいよね。まあこんなもんかね。んで、あ、間違った。まあいいや。ライフルがあって ライフル1個持ってる。ちょっと場所移動させておいて、ダイナマイト下でいいや。設計図、試し撃ちできない、倒せないもん。あー、ここらへん、うん、ここら辺の武器にできないんだ。これにしたいな。
長いナイフ。これでいいか。そんで、あとは、これをここの、あとはここが一つ空きが出てるから、火炎瓶、爆竹、あと一個投げるもん、投げ物。投げ物ない。ないんだね。投げ物ないんか。まあ、いっか、じゃあこれで。何入れてたんだっけ？これフレアか。フレアってでも使い道がよくわからないよね、ぶっちゃけ。Just be quiet, okay? これが？ここめちゃめちゃ長い。あ、なるほどね。あ、攻撃範囲広いんだ、これ。あ、なるほど。あ、そういうことなんだ。でも、こっちの方が強いから、こっちでいい。OK。え、ゆさりなさんありがとう、報告。報告ありがとう。報告ありがとう。5円入ってた。よし、じゃあ目的地に向かいましょう。ランダムクエスト発生してるけどいいや。反対側に発生してるから。あそこにゲロゲロ野郎いるから、ムシムシ、ゲロゲロ野郎ムシムシ、ゲロゲロ野郎はムシゲーね。よっと、開かない。学生時代の見つかってるんだね。うわわわわわわ、こんなとこまで飛ばしてくるんだ。マジか。ジャファー here. About the dynamite you brought. We've got an idea how to improve it. Drop by as soon as you can. 改良方法を思いついた、ダイナマイト。下か？下だね、行けって。中から行けるのかな？あ、月の普通。OK。もう投げ斧がある、ちょうど。下の階、あ、下の階、あ、 Is this how you wanted to be, Nassim? We used to be friends. You bastards! I'm not telling you anything. No problem, Nassim. We've got time. なんか喋ってるけど。わーっていうかめっちゃお腹痛い。お腹痛い。お腹が痛い。We know you hidden supplies around town, but I want them back.
There's no sense lying to us. めちゃくちゃお腹痛い。中に入れ、入れた。わあ、やばい、お腹痛い、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと、毛布持ってきていい？ちょっとお腹温めていい？痛い、痛い。ちょっと待ってね。はい、はい、どうも。よいしょ。よし。よし。これは何クエストだ？よし、やっていくか。弟よ、どこにいる？探していく系だよね。絶対ゾンビ。足跡あるし、うわー死んでるー。こう弟にしてはなんかおじいちゃんっぽいね。今閉じしそうなよ。ピッキング難しい。よし、来た。鍵ゲット。あ、おやすみ。鍵ゲットしたけど、え、どっから行くの？え、
一回外で出るってこと？うん？もう一回外出るってこと？行くとこないよね。上？一回外出ろってことじゃないのこれ。あ、本当だ。あ、へえ。いやでもこれ普通登れないよ。これで登れそう。いるゾンビ。あ、爆発くんだあれ。うわ最悪。爆発くんがいるから、やばいね。爆発くん。爆発くんちょっとやだね。4593おはよう。え、どっから降りるの？わわわわわ。いやー。シッ。オーマイガー。オーマイガー。あ、でも開いた。来るんじゃないの、ゾンビたちが。大丈夫なのか。ほら来た。ほらゾンビたち。ほらほら。ほら。ほら。カムファージュしてゆっくりやりましょうか。ピュ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 ってどこで止めれる？あれか、これか。よし、ねえ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 、この武器めちゃめちゃ461個目さん、462個目さんいらっしゃる。この武器めちゃめちゃ長いから、どう胴体から跳ねれる。見て見て。見て。胴体から真っ二つにできる。ナイフとかだと、首を切るのが精一杯だけど、この武器胴体から真っ二つ。すごいね、本当の世界でもなんかこういう、マチエーテみたいな武器って人にザクってやったら胴体切れちゃうのかな。もしかして怖いね。怖いと思わない？本物の世界でもそうなのかな。長いからねえ。どこか。Who the hell are you? Your brother's paying me to find you. Oh well. やられてるさ。We definitely earned your money. But Osman is in danger. Rice's men know where he is now. It's a lot to ask. But could you take him a message? やばいじゃん。Tell Osman that he's got to get out of there, and that he should meet me at the Red Wall Stash. You know what that means.All right, I'll tell him. Now we both better get out of here.
を守りながら出るってこと？違うね。閉めて。OK。シッシッシって言っとけばいい？ちょっと言い過ぎなんだけど、なんで急になんかこんなにいるの？ふざけてる、なんなん？出た瞬間こんなにいるっておかしくない？人が燃えているよ。ちょっと設計図、爆竹を一個作るのと、火炎瓶に二個作ろう。使っちゃったから。いいですね。おお。毎日リアルで人を燃やしてる？何でしてるの？熱い。何本打ってもちょっと足らん。おいしいな。うん、ちょっとだけ対戦あるね。いや、倒せた。なんか、ある一定を超えると、普通になんか、遠くまで飛んでちゃうみたいだから。刺さってるね。当
頭には刺さらなかったけど体に刺さってたみたいだね。弁慶ね、耳はめっちゃ刺さってた。頭に2発で倒せるんだけど、すごいみんな燃えまくったんだよね。すごい勢いで走ってくるから、ちょっとビクってなるのはね、強いやついる、強いやついないかな。そっそうだね、静かでね、基本的には本当になんかそのだってうるさかったらおかしいさこんな世界で。こいつやばい。ゾンビめっちゃいる。これゾンビでしょ、人間じゃないでしょ。
に武器よりもな、あれの方が強い。ファイヤーで倒した方がいい。そいつ人間？人間だね。一人倒さないとダメっぽいから、どこだ。いや敵がいる。いたあいつ。ほら来いよ。さっきの人のとこに戻って、あそこ来たね。Russia's men got your brother. We talked before I could get to him. So Nazim is dead. No, he's all right. Though you're both short a few fingers now.Anyway, he says he wants you to meet him at the Red Wall Stash. He said you'd know what that means. It means you didn't double cross me. You're a straight shooter, Brecken's guy. Want to join me and my brother? Yeah, no, I'll just take my pay. Fair enough. Promise you good. This is good. These keys will open three stashes in different parts of the slums.You can get to them. They're all yours. Good luck, Brecken's guy. あ、おおおお、見
ろあるぞ。まあいっぱいある。ああ。よし。戻るか。ビッグバン理論、ザファールのところへ行く。よし。まずは飛行機が降り立ったみたいだから、なぜ切りつける、いや用なしだったらちょっと切ろっかなみたいな。飛行機どこに降りた、どうやって行くんだ、あっち右側。うわぁ、こいつらもいるの。なんでこんなにいるの、お前。よし。勝手に燃えろ。死んだか。あそこも、あ、ランダムケースとか、これ。職業病？生き物を殺そうとする癖がある？いや、そんな癖ないですよ。何を言っているんですか。トイッシーさん、そんなことしません。ツルアジラ。剣もいら。くくり待ちえて。ウドブロザイラさん、こんなもんかね。よいしょ、黒焦げだね、人が。人が黒焦げである。よいしょ。ないよ、恐ろしいよ。
えないな、もう。あんま持ってないんだから。中に入っちゃった、間違った。中入っちゃった。あー、ちょっと出れない。どうやって出る？オッケー。よし。もうびっくりした。調整難しい。Crane, that dynamite of yours, I'm making it into an anti-personnel bomb. It'll mow down the infected like a harvester. I'm going to combine it with firecrackers and a load of shrapnel, but I'm missing a few things. Starting with a suitable casing. A battery from a truck would be perfect. There's this big truck on the overpass. Well, it's hanging over the edge of the overpass. But you're an athletic type. Huh? You'll be fine.トラックに取りに行けってこと。わ、爆発くんだよね、それ。大丈夫。違うか。あ、爆発くんだよね、やっぱり。わわわわ、来た来た来た。危な。爆発くんはちょっとぶっ殺さしておかないと厄介ですね。強いのがいる。私はヘッドショット2発。届くのかーい。ヘッドショットで。すっげ。
I got your battery, Kurt. Okay, so we've got the casing. Next, I'll need some metal scrap from the junkyard to use for shrapnel. After that, I need sugar and some cables. Try the shops or warehouses. Bring them back, and you'll get the bomb that'll blast 100 infected at once. Sold. This should take care of the shrapnel. These cables, all right? They'll do.車載用品？違う、家庭用品。家庭用品を集めろだ。めんどくさ。家庭用品。遠くない？お、ランダムクエストだ。下？ビデオ。Wow, you get to work with her, don't you? I'm sorry. Work with who? こんな人いた。The Scorpion? God, she is so awesome. She's the whole reason why I came to Haran. You came here to see Jade?Wow, you're on a first name basis with her? That's... I would just die. Wow. But yeah, she was supposed to compete in the global games, you know? Oh, I didn't realize that. Yeah, she is such an amazing kickboxer. People used to say she was like the female Chun Li. She's the reason I started training, you know? I wanted to be just like her. And then my dad got me and my sister tickets to the game for my graduation present. And we came here and... my sister...Right after all the sirens started going off and the soldiers showed up in the streets, we were trying to get to a safe spot. She tripped and fell. I didn't realize it for a few seconds. I kept running, and she didn't make a sound because it knocked the wind out of her. And I realized she wasn't with me. 妹がいないと気づいた時、急いで戻った。もう奴らが群がっていたバイターだらけで妹の姿は見えなかった。それからよく考えた。スコーピオンだったらどうしたんだろう。そして私は強くなろうとした。彼女に会ったら伝えてくれるファンがよろしく言ってたって。妹が目の前で食い殺されたんだね。520個目さん、いらっしゃい。 Have you noticed? It's Crane, rightCrane the big shot? Crane the superstar? You know what I think? I think Brecken blows your skills way out of proportion. Want something, pal? Yes. It drives me up the wall that people consider you to be the best runner in the tower. It's always been me. Volcan! Let's settle this once and for all. Show me what you've got, Crane. Prove you're faster than I am. Unless you're scared. Are you?まさかビビってるんじゃないか。あ、チャレンジかな。そうだね、嫉妬深いランナー。いや、めんどくさいからチャレンジはめんどくさいからいいや。とりあえずニコ小川まで走っていかないといけない。おお、すごい飛んでた。すごーい。楽しいね。とっても楽しい。とってもとっても楽しい。そこがセーフティーゾーンだと。よいしょ。この向こう側行くのに、よいしょ。
しいな。あと31メートル。危な。来るよね。用品この下か。いや結構いるね。強そうなやつ。登ってくるね。一撃。この人たち何してるの？とりあえず何で？ちょっと言い過ぎなんだけど、どうやって行こうかな。あそこから入れるんでしょ。待って、フレア、ああ火炎瓶ダメだもんな。サイドのフレアって何？あ、そうだ、いいこと思いついた。うん、よし、これでいいね。え、死なないじゃん全然。大して威力ないんじゃんこれ。なんだよ、爆発するって言ってもそんなに威力ないんだね。爆発や。詰まってくるじゃん、音出すから。ほら。ふざけんなよ。待て、直接当たらない。愛して食らわないね。威力ないじゃん全然。あと10発しかない。ちっちゃいゾンビには効くんだね。なんか音を出すためみたいな感じだね。しょうがない。よし、
してからね。危な、危なかった。来るよ、怖い人たち。早く、ちょっと待って、一回、もう一回、もう一回カモフラージュしてからにしよう。はい、カモフラージュして、行きましょう。奴らが来る。よし。閉める。ああ、怖かった。あと4、あと何個、家庭用品2個、もしあって1個、 OK。 で、ウィレレレレ、はい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 、早くして、カメラを下した。怖い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 、カムラージしないと怖い。
3階で、あ、あいつ来た。しようもないね。よいしょ。あの強いやつ、ヤコシーさんが起きちゃって。暑かったみたいで、なんかね、暑かったみたいな、それでなんか起きちゃったみたいで、うん、ない、ちょっと泣いてた。まあそういうのもありえるよ。子供いるとね、しょうがないよ、それは。すごいね、よくいるね。え、だって大体なんか他の放送部に行くでしょ。よく回ってるね。それがびっくりなんだけど。まずは6歳だよ。もう夜泣きとかはないよ。夜泣きとかはもうない。ないけど、泣くときは泣くから、しょうがないね。この時間他はやってないんだ。確かにね、この夜中やってる人たちもいないのね。大体みんななんかね、人が集まりやすいゴールデンの時間帯でしょ、やるとしても。人集めて人とかだった。無理だもんね、わしの場合。仕事も結構忙しいし。そりゃいいよ。I owe you, mate. まず、全く興味がないわけではないよ。そんな、なんか、そうだね。そんなに気にしてないけど。いや、だって気にできないじゃん。だって無理だもん、わしの無理だから。そもそも論で無理ですから。めっちゃ来るね。なんか調
子がいいね、首切り。この武器、首切り調子いい、ね、うわお、首切りじゃなくて胴体だ。胴体切り。ね、でも攻撃力は短いやつより低いはずなんだけどね。攻撃力自体は低いんだよ。ただなんかでかくて長いから切れるのかな。わかんないけど。卑猥とかじゃなくて。この武器のことだよ。え、そういうのに持ってかないのすぐ、うん、どうやって入る？入れない。あるよ、全然全然今までと全然違うよ。人で？いや踏めないよ。だって生きれぬ時目立ってないさ。対して。師匠明るくなった。もうだいぶ明るくなったんじゃない？喋らなかったからね、初期の頃。Sugar, not the cleanest. Doesn't matter. We're making a bomb, not a cup of tea. All right, we've got everything. Give me some time. I'll let you know when I'm done. しゃべらないから。コミ人数も何も。最初敬語？いや、しゃべり方自体はあんまり変わってないと思うよ。ただ、なんか、ふざけるようにはなった、今は。おふざけとかしなかったから、昔は。ほとんど喋んないし、無言放送だった。割と初期の方だね、わしって言ってたのは。そうだね、ハゲガーとかは言ってないね。わしっていうのは、割と初期の段階から言ってたと思うよ。クルトが爆弾を完成させるまで待つ。え、待たなきゃいけないの？何このクエスト。めんどくさいな。What have you got? Someone must have turned the antenna on. We're picking up signals from all over town. One of them is from Hansen's group. Hansen used to run security at the tower, but he thought the building was too vulnerable. He wanted to move everyone to a new location. Of course.Bracken wouldn't have it. So him and some others up and left. We never heard from them after that. Until today. You can hear for yourself. This is Seref. I'm with Hansen's group. There's been an accident. And we need help. I'm concerned who might be listening. So I can't be specific. Please come quickly. It just repeats. Bracken know about this? He said until we actually talk to someone, he doesn't want to risk sending a runner out there.Maybe I'll go and have a look. I'd appreciate it. Hansen ran a tight ship. I can't understand how things could have gone wrong with him in charge. そんなに亡霊みたいかね。新しいクエスト。トータルセキュリティ。後でやろう。
そう、亡霊先輩って言われてたからね、当時。そんな亡霊みたいか。まあね、だって遊びたいんだもん。安眠誘導枠、こんなこと言われてたっけ。おやすみペリーさん、おやすみ。いやでもなんかよく寝る人多かったね、高卒に寝る人は非常に多かった。だんだんなんかあのコメントがどんどんなくなってきて、で、なんでかなーって思ったら、みんな寝ているっていうね、そういう感じだったかな、夜放送している時は。爆弾ができた時だって。なんでもうこっちまで来た時に言うの、この人むちゃくちゃ遠いから、まあ、一回戻るか。しょうがないな。はい、おやすみ。はいよ。一回戻るか。せっかくここまで来たけど。Got a bomb for me? I've got the prototype. It's on the table, ready to be tested. There's a barricaded tunnel nearby. It's chock full of volatiles during the day. But at night, it should be pretty clear. You won't find a better place to test the bomb. Okay, I'll try the tunnel and let you know how it went. One more thing. Remember about the firecrackers. The bomb will go off as soon as they're done popping. That's how much time you have to get the hell away. Good luck.そうだね、レモンズソーリーやってた時はあんまり喋ってなかったからね。ああ、無限脇だね。もともとそんなに喋るの得意じゃないし、なんか人に、なんだろう、構われるのってあんまり好きな人じゃないから、うん、そうだね。そんな感じかな。たまにね、なんかおしゃべりしたいなーっていう時もあるけど、基本はなんかそんなに口数が多い人ではないから。あ、ピュッピさんいるな。よいしょ。強いのいる。うん、めちゃめちゃ強いのいるぞ。ほうわ、ちょっと待って。うわ、普通のゾンビじゃない。ちょっと逃げていい？
カムラージしててよかった。こわ。うん、ゲルを体に塗ってたから大丈夫だったけど、通常だったらやられてたね。住処になってるんだね。ちょ、痛い。怖いね。あいつら首ポキってできないかな。トンネルに設置する爆弾を。ちょっと行こうか。あいつらがいるから。ちょっと待って、トンネルに設置する場所。どこ？ここか。うわ。ここか。どこ？ここか。オッケー。逃げて。うつらいるから逃げて。うつらいるから。逃げて。It occurred. I'm here, Gray. It's no good. It's not working. Not working? Huh? That's unexpected. All right. A little on-the-fly surgery should do the trick. カムラージして。First.By making an incision just below the negative terminal post. Peel back the casing along the incision line to reveal the trigger wiring harness. Now, check the solder on the two green wires and the three red ones. I'm betting if you get a wire, I was drinking when I did this, which I now realize was perhaps irresponsible of me. あいつ強すぎだろ。え？ちょっと待って、え？爆弾を作動させる。マジか。もう一回行かないといけない。殴るんじゃなかった。見つかったことになるよね、これ。ほら、来て来て。大丈夫ですよ。はい、作動させる。はい、作動してます。はい、逃げてください。はい、逃げます。はい。おー、こいつ無敵きた。おー、爆発ですか。Blew up the nest and the barricade. Alright, the tunnel's now passable. Hey, I told you, my friend. If I build it, it's going to explode. 後ろにいる。Come see me, and I'll give you the blueprint. 間違った。ちょ。おい。無理ね。検査員さん、これであいつらも死んだのかな。ちょっと見に行こうか。いた、死んでるか。体に塗り塗りして、あいつら死んでるね。見事に。いいね。おお、こっちに行けるようになった。イエーイ。よいしょ。
けたね。よし行こうか。戻ろっか。首じゃない、胴体が切れた。胴体が切れた。胴体まで切れた。首跳ねて。楽しすぎる。そうだね。よし戻ろう。よいしょ。ランダムクエスト発生してる。ああ今はちょっと人間倒してる時間がない。ランダムクエストは放置。よっと、OK、よし。This is for you. I've also modified the case a bit. Cans instead of batteries. Smaller bang, but cans are easier to find and to carry. Thanks, Kirk. やった。OK。じゃ次のサブクエ。よし。あっちかな、どのぐらい？あ、近いね。50メートルぐらい。見えないけど、341メートルか。まあまあ遠いね。まあ、走っていけば。ゲロリンちゃんがいたらちょっとあれだけど、よいしょ。ここか？違うな。安全区域だったここ。あ、いった。どうやって行くんだろう。遠いね。こっちから行って右に曲がっ、オスマンの隠れ家って何これ。何のクエスト？へえ、これもちょっと行ってみようか。
か良さそうなの。いろいろあるぞ。そんなもんか。難しい。違うね。来た。もう準備来てるぞ。何あれ、このバット、初めて見る。わあ、なんかいらないよな、いろいろ。フレアいらないか捨てていいや。もしかして1回もあれなのか。この人後ろから落ちてできないもん。心臓が飛び出てる。ちょっと邪魔だな。面白いね、この爆弾のやつ。ひどくはないけど。よいしょ。さんいらっしゃい。679個目さんいらっしゃい。アクトリさん元気かね。ちょっと寂しいね。わあ、まだ行ってない地域結構あるね。行ってない地域が
割と引っ越して体調不良って言ってた。あ、そうなの、わかんない。え、そんななんか頻繁に連絡取り合ってるわけじゃないからわかんないな。Jafar, it's Crane. I'm at the building. Listen, the entire outer structure is electrified. That's Hansen's trademark. ビリビリ。 He was the first to rig the electric traps. He's got a real knack for it. さあ、どうやって入るか。そこの。これか。これと。この小屋の下か。ってこと、弓矢でやつを仕留めて。あとはあと殴って倒しゃいいか。届くね。強いやつだよね。よし。強いやつをハーハーヒーヒー言ってるんだね。ここの中だね。え、ピッキングも必要なの？結構大変なクエストだね。Okay, I'm gonna shut it off.来た。ね、カナいっぱい来る。わあ。怖いな。こっちか。あれ、目的地かなんか。あれ、目的地が。
的地がよくわからないんだけど。発電機を止めるでしょ。あれなんか目的地こっちに書いてあるさ。ここってどこだよ。I think I found Hansen. Looks like he took a fall, and the biters finished him off. He's been dead for a while. What about the others? I'll let you know when I find something.死んでるんだけど。なんか干からびて死ん、なんか、あ、薬を飲んで死んでる。あ、なんか悲しいね。みんな薬飲んで死んでるわ。そりゃそうだよね、こんな世界で。ゾンビになるよりっていう感じなんだろうね。ゾンビになるよりも死を選ぶみたいな感じなのかな。悲しい世界だよね。で、何するのこのクエスト。金兵を操作するか。するって言われてもなんか
ッシーさんがいるからね、戦うと思うけど、一人だったら、わかんない。なんか守ってもらいたい。普通でしょ、そりゃそう思うでしょ、誰でも。ちょっと近辺を捜索するって書いてあるのもいいけど、ね、なんもないんだけど、どうすんのこの後、何するの、何もないよ、どうすんの、中入れるのこれ、入れる場所ないじゃん、入れないし、どうすんのこれ、何、どうしたっけ、途中でもやめられないし、どうしたらいいわけ、物資あるけど行くのめんどくさい、どうすんのこれ、付近を捜索する、捜索したけど いや災害物資取りに行った、どうやって行く、降りれないけど、あいつ、ピッピさんで、うわー最悪、あんなとこから届くな、ピッピさん、落ちてった。どうする、ねえ、どうしたらいいの、え、し、どうしたらいいのこれ、何するの、することないじゃん、これ以上戻るの、いや戻るよ、いや分かんない、これか、逃げられなかった、いや最初から死んでたでしょ、弱そうだからいいや、最初から死んでたでしょ、場所ないけど、
入れるわけじゃないし。どう行けばいいの？どこに行けばいいの？わかんないね。このクエスト終わらせてから、終わりたいんだけど。なんだなんだ、騒いでるやつ。怖い、この早いやつ。周辺を探索するって言ったって。周辺？下？あ、入れる。入れないんかーい。どうするの？いやー、どうなんだ。やばい。ここになんかある？この階に何かありそう。ありゃりゃ。入れないよ、別に。
下になんかあるのかな。わあ。もうお時間なので、ということで、またよかったら遊びに来てください。お相手はトシでした。バイバーイ。バイバーイ。